皆さんこんにちは。今回はこれまでにないタイプの問題です。問題をじっくり解いてみたい人は一時停止をしてください。連立方程式は使わなくても解けますよ。まずは問題文をよく読みましょう。まずはこれ、天秤を書きましょう。3対1の割合で入れると6%になります。今度は1対2の割合で入れると11%になります。重り分けしてこの線分図だけを見ましょう。丸4と四角3が等しいです。最小公倍数の12に揃えます。比が三角で揃えられました。すると三角5が 5% と読み取れます。三角1は 1% なので、A は 3%、B は 15% でした。今回の動画はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。